はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、法定地条件の基本的な内容と少し応用的な内容もお伝えしようと思います。応用の内容っていうのは、共有の場合です。土地もしくは建物が共有だった場合の、話も具体例入れながら解説させていただきます。まず法定地条件、これどういうものなのか、どういった制度なのかというところを先にお伝えをします。まず土地と建物っていうのは、基本的には別々なんですね。民法上は別の不動産として扱います。そのため所有者が異なるということもありえます。通常所有者が異なる場合っていうのは、建物については土地を利用する権利というものがついてきます。例えば土地の賃借権です。例えばちょっとこちら見ていただきたいんですけども、建物の所有者が C さん、土地の所有者、地主が A さんだといった場合に、A さんは C さんに土地を貸して、で C さんが建物を建てます。この状況は地主 A で、建物所有者が C というふうに土地と建物の所有者が異なってきます。でも C さんっていうのは土地を借りたわけだから、土地を利用する権利があるわけですね。だから他人の土地の上に建物があったとしても、出て行ってくださいっていうふうに A さんは C さんから明け渡し請求を受けることはないわけですね。土地を利用する権利を持ってるからです。でもこういった土地を利用する権利がなくなる場合っていうのがあるんですね。それはどういった場合かというと、競売が行われた場合です。競売が行われることによって、土地と建物の所有者が異なることとなった、そういった場合に建物について土地を利用する権利がない状況が生まれたりするんですよ。そうすると地主から明け渡し請求を受けることになって、この建物の所有者はこの建物競売によって買ったはいいけども、競売ってオークションですね。オークションで狂落した、競り落としたはいいけれども、地主からいやいやこれ私の土地だから、 C さんあなた競売で競り落としたかもしれないですけれども、この建物を取り壊して出て行ってくださいって言われる場合もあるわけですよ。そうすると C さん困りますよね。せっかく競売で建物を購入したにもかかわらず、建物を取り壊して出ていかないといけない。そうなると C さんかわいそうなので、こういった場合に C さんはこの土地を利用する権利というものが自動的に与えられる制度があります。それが法定地条件です。法律で定められた地条件。地条件っていうのは土地を利用する権利っていうふうに考えていただいて大丈夫です。もう法律で定められた土地を利用する権利というものが設定されるということなんですね。これはもう自動的に、今からお話しする要件を満たすと、もう自動的に土地を利用する権利が与えられますよ。これが法定地条件です。で、どういった場合に法定地条件が成立するのか、それがここに書いてある1から4の要件、すべて満たした時に法定地条件が成立します。まず一つ一つ見ていきます。まず、土地または建物またはその両方、土地と建物ですね、両方に抵当権が設定されている。今回の事例これ見ていただきたいんですけども、今回の事例で言うと建物のみに抵当権が設定されています。なのでこれですね、建物に抵当権が設定されている、1の要件満たします。で、2の要件、抵当権が設定された時に建物が存在する。これ抵当権設定した時に土地の上にこれ建物存在してますよね。なので2番の要件も満たしています。次、3番、抵当権設定時に土地と建物の所有者が同じ。今回 B さんが抵当権を設定した時に、土地の所有者は A さん、地主 A さん、建物の所有者も A さんです。なんでこの3番も満たしています。これどういった事例かというと、簡単に言うと、B さんが A さんにお金を貸しましたと。で、お金返ってこなかったら困るので、建物だけでいいので抵当権設定してくださいねっていった感じで抵当権を設定した場合ですね。で、4番の要件、競売によって土地と建物の所有者が異なる。 B さん、A さんからお金が返ってこない、もうどうしようもないということで B さんが競売にかけました。つまりこの建物がオークションにかけられて、いろんな人が入札するわけですね。で、入札した結果 C さんが競り落としましたと。そうなると地主、土地の所有者は A さん、一方で建物の所有者は C さんです。
このように競売によって土地と建物の所有者が異なりましたと。こういった場合、自動的にこの建物について地上権が成立しますよと。つまり法定地上権が成立するよということですね。法律でもう自動的に地上権が設定されますよ。法定地上権が設定されますよ。これが法定地上権です。今言った4つの内容が成立要件です。今回は B さんは建物のみに抵当権設定してますけども、これ土地に抵当権を設定した場合も同じです。土地に抵当権を設定していた場合は、土地の所有者が例えば C さんになって、まあ、建物はねそのままなんで A さんと、そうすると C さん A さんになって、まあ、結果的には同じですよね。競売によって土地と建物の所有者が異なった、こういった場合も法定地上権成立します。また B さんが土地と建物両方に抵当権を設定していて、まあ、両方競売に出しましたと。で、土地については、D さんが競り落として、建物については C さんが競り落とした。そうすると、まあ、D さんと C さんで、この場合も所有者が異なると。そういった場合は、法定地上権がこれ成立するんだと、まあ、いうことです。なのでこの要件はまず全て頭に入れておきましょう。で、そしてここでポイントを一つ一つお伝えをいたします。まず2番、ちょっと見ていただきたいんですけども、抵当権設定時に建物があるっていうことが一つの要件なので、更地に抵当権を設定して、まあ、建物がない状況で土地に抵当権を設定して、その後建てましたと。その後 B さんが土地を競売にかけました。この場合っていうのはもともと更地に抵当権を設定しているわけだから、抵当権設定時に建物がないわけですよね。こういった場合は法定地上権は成立しませんので。で、これが一つ目のポイントです。で、二つ目のポイントは、土地と建物の所有者が同じ。この部分に関連するんですけども、これは、登記名義人が同じというわけでなくてもいいんです。登記名義人が異なっていても大丈夫なんですね。例えば、土地の登記名義人は A さん。建物の登記名義人は別の第三者でした。そういった場合でも実際の所有者が A さんなのであれば、土地も建物も所有者が A さんなので、その後競売にかけて土地と建物の所有者が異なることになった場合は法定地上権が成立します。だから登記名義人は関係ないよって話なんですね。実際の所有者が誰かで判断するんだということです。で、それに関連してなんですけども、土地の所有者が A さん、建物の所有者が A さんの配偶者だった場合、この場合っていうのは所有者は同じではないですよね。配偶者であったとしてもこれは別々の人です。なのでそういった場合は法定地上権は成立しません。なので今3つポイントを言ってたんですけども、この3つは頭に入れておきましょう。もう一度振り返ると、1つ目のポイントは更地に抵当権を設定しても法定地上権は成立しませんよ。2つ目、登記名義人は関係ありませんよ。実際の所有者が同じであれば法定地上権は成立しますよ。で、3つ目が、建物の所有者っていうのが土地の所有者の配偶者の場合、この場合っていうのは土地と建物の所有者が異なるわけですね。なので法定地上権は成立しませんよということです。この3つのポイントは頭に入れておきましょう。で、続いて共有の話に入っていきます。ここからはちょっと少し難しい内容になってきますので、分かるようでしたら頭に入れておくといいと思います。で、今回お伝えをする共有の話なんですけども、建物もしくは土地が共有で、共有持ち分に対して抵当権が設定されている場合、その後抵当権が実行されて競売にかかって土地と建物の所有者が異なるようになったと、この場合法定地上権が成立するのかどうか、これをお伝えしたいと思います。で、まず一つ目の事例が、建物が共有でその共有持ち分に対して抵当権が設定されている場合をお話しします。土地の所有者は A さん、建物の所有者は A さんと B さん、まあ、共有だったということですね。で、この A さんの共有持ち分について抵当権が設定されていましたよという事例です。つまり A さんは、まあ、第三者からお金を借りて、第三者のために自分のこの持ち分について抵当権を設定してあげたというような事例ですね。で、この場合この抵当権が実行されて別の例えば C さんが所有者になった、つまり C さんが競売を落とした、凶落したと
いった場合を考えましょう。そうすると土地の所有者は A さん、建物の所有者は C さんと B さんになりますよね。この場合、法定地条件は成立するのかということを考えていきます。で、今法定地条件の成立要件をお話したんですけれども、この1から4は一応全て満たすと考えてください。ただこの1番ですね、今回は建物について抵当権設定されているんですけども、この建物の一部について抵当権が設定されていると、まあ、いったイメージになりますよね。これ全部について抵当権が設定されているのではなくて、A さんの持ち分についてのみ抵当権が設定されているので、ちょっとここの点についてはですね、要件満たしているのかどうかと疑問に思うかもしれないんですけども、まあ一応成立要件は満たしている。でも、満たしているからといって、必ずしもこの法定地条件が成立するかっていうのは、これは事案によって異なってくるっていう話をこれからお伝えしようとしているんですね。で、まず今言ったお話で言うとですね、そもそもこれ B さん、この人っていうのは、この抵当権には全然関係ない人ですよね。A さんが勝手に借金をして抵当権を設定しているわけで、B さんは関係ないです。そして B さんっていうのは A さんからこの土地を利用していいですよっていうふうな利用権を認めてもらっている人ですよね。まあ、認めてもらったからこそ、この建物について共有して、また使うことができるようになっているわけです。土地を使うこともできるというふうな形になっているんですよね。この状況で競売にかけられて、土地の所有者が C さんと B さんになりました。途端に A さんが、この土地は自分の土地だから B さんあなた出て行ってください。こんなこと言われたら B さん困りますよね。これまでずっと A さんは土地の利用権を B さんに対して認めていたにもかかわらず、いきなり B さんのその土地を利用できる権利っていうものを奪うこと、これはできませんよね。こんなんできてしまったら B さんかわいそうですよね。 B さんにとってはすごく酷です。なのでこの場合っていうのは法定地条件が成立しますよ、丸ということですね。こっちは法定地条件は成立します。じゃあ続いてこっちですね、土地が共有だった場合を考えます。土地は A さんと B さんの共有で、土地の持ち分について抵当権が設定されていました。で、建物は A さん所有者ですと、まあ、こういった事例です。で、ここで A さん競売にかけられて、まあ、C さんが土地の所有者、まあ、共有者になりましたと、まあ、いった状況を考えます。この場合 B さん、もともとこれ土地を利用できる権利を持っていますと。で、もともとこの土地には土地の利用権っていうものは設定されていないんですよね。つまり借地権っていうのは設定されていませんよね。この A さんっていうのは土地について自分の持ち分持っているから、その権利に基づいて建物を建てているのであって、ここに借地権が設定されているというような状況ではないわけですね。そういった状況で競売にかけられて地上権がつきましたといった場合、 B さんから見るともともと何の制限もない土地だったはずなんですよ。それが競売にかけられることによって法定地上権が成立したら、A さんが勝手に借金をして競売にかけられて、で法定地条件が設定されてしまうということになっちゃったら、 B さんの持ち分権を不当に侵害しちゃうことになっちゃうわけですよね。なのでこの場合っていうのは法定地条件は成立しませんよと、まあ、いった内容です。なのでいずれを考える場合も、この抵当権とは関係ない人、この人の権利を考えて不当に権利を侵害することはできないよっていうことを前提に立って考えると、どちらも解けるようになるんじゃないのかなと思います。こっちについてはもともと土地を利用する権利があるから、競売にかけられたとしてもその権利っていうのは持続しますよ、持続させるために法定地条件が成立しますよ。一方で土地についてはもともと B さんは何の制限もない土地の持ち分を持っていました。で、競売かけられることによって法定地条件が成立しちゃったら、これ不当に自分の権利、土地の持ち分権が侵害されちゃってしまうと。だから法定地条件はこっちの場合は成立しませんよっていう話です。で、この2つの内容は宅建からするとすごく難しい内容なんですね。なんで、まあ、理解できたら頭に入れたらいいし、まあ、これちょっと難しいなっていうのであれば、まあ、飛ばしてもらっても大丈夫です。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。